今回ご協力いただけるのはバニーヒップさんです。10月ちょっと末あたりに宣材写真を撮り直そうということで、シュッとしたらみたいなとこまではね持っていきたいと思いますので、今日からちょっと10月まで頑張りますので、皆さんよろしくお願いします。来ました、これもうやってますね。ああこれです、これ毎回こっから始まるんです。これバリしんどいです。これ謎のほちょっとこれいつもトレーニングやっててしんどいんですけど、これ旗から見たらめっちゃ怖いですね。このアングルで見るとなんか新手の拷問みたいな、なんかちょっとああ怖い。あこれもきついんですよ、謎器具ね、このスライド下スライド謎器具ね。これこの体勢で俺このシャツ着てるとなんかチェスの番をやらされているの系ですね。これうわ急にライティングピンキーですね、ライティングが。これうわいいです、うわこれ厳しいですね、これうわこれしんどいです。これ見た目大変なんです、これね。靴下のねダマが目立つんでね、ちょっと新しい靴下買わないといけないなと思ってます。あー何ですかこれはね、えシッティング気をつけみたいな、うわこの手うわしんどい、うわなんかこれは催眠術に協力してる人みたいになってる、うわマジシャンの、いやそっち側のなんか人のポテンシャルやんのタイプのマジックみたいになってる。あーこれもきついな、マジシャンの練習みたいになってる、アシスタントの体力次第やんみたいなやつ。3つ支えてるやつのそのおケツの部分取ったけど支えられてます、いやそいつの腹筋すごいだけやろみたいな。うわもうメニュー変わってる、うわチェスを安定感出すための系ですね、これね。チェスの盤上急にアディダス、アディダスヨガマット、アディダスの D に顎をつける、D に顎をつける、ディダス、ディダス、いいですね。ああ謎の天津飯の気候法、天津飯の気候法スタンディング、これバレしんどいです。チャウズもびっくり、天津飯の気候法、気候法これ栽培マンもびっくり、気候法はいいですね。気候法放ってますよ、こんなに。これはあなんか出ました、これもね、これ好きなんです僕でも結構。これ腰で上げるんじゃなくてケツで上げるっていうね、この謎のこのねゴムが、ピンクのゴムがきついんですよこれ。これねキャッツアイのね腰に巻いてるやつみたいなやつ出ました。謎のこのオレンジダンベルがきついんですこれ。あオレンジダンベルすごいですね、拷問されてみたしやっぱりね、あ取り上げられたみたいな、もうあなたそれではもうみたいな。あそう重すぎるんでこれ変えられたんですね、ちょっと軽量の方でいけと、まだ早いってことね。滑稽でしょ皆さん、これだけ見るとすごいね、大事にね肩のフルスローモーションみたいなね、いいですね。あー出ました、これも好きですね結構、これやんのね、やっぱなんかやってる感ありますもんねこれね、いいですね。ウェイクボード間違った使い方大喜利みたいなね、舞いくんかいみたいな、船の舞いくんかいどういうことみたいな、船引っ張る側の、あー来たしんどい、横行進ねこれね、これきついんですよ、もっと引きつけろとね足を、これきついんですよこれね、靴脱げてくるんですよねこれね、これやる前にね靴ギュッてね、あのね前方後円墳みたいなマット右に見えてますね。あーピンキーライティングエモい、膝を上げるなと、ライティングエモい、マジックアワー夕方感でも朝めっちゃ早い、痛い、膝キープせいせいサッカープレイヤー膝キープ、やんちゃ足早いフォワードの先生膝キープ
うわこれすごいですね。うわこれきついんですよこれ。今見てもわかるな。いやシャチホコですねこれ。腹筋シャチホコ、チームシャチホコ。ああ謎の可動式、可動式柏で、いいですね可動式柏で。鳩時計のやつねこれ。鳩時計筋トレって呼んでますこれ。ねえ胸ギャー引っ張ったら下がるってね。柏で鳩時計。エモい、ピンクがエモい。すごい。ブラックライトになって光りそうやねこれね。はい、あ出た。気候法頭バージョン。太陽圏よりですねどっちかっていうとね。いいですね太陽圏。あーケツ、ケツであげるケツ。足筋出てますね筋が。三車線ですねこれね。御堂筋、境筋。いいしんどい。それ二車線やんけ言うてね。あそっちからって通られんのか。こっちか。そっちでとそっちやったら何番行く方面やからこれそっちで止めたらあかんかなみたいなね。タクシーそっちちゃうでみたいな。ああきつい。また出たこの謎。これきついんですよ毎回。こっから始まる。こっから始まるんだやつね。きついんですよこれ。ねえ。ああきつい。ああ疲れてます。ああ。ブーンってね下シャツが引っかかってましたねこれね。足ピン。足ピンですね。押しピンならぬ足ピン。はい。うわあ、きついきついきつい。ああ、もう、ゆっくり寝ろと。いうことなんですよ、これね。これね、入れてるときと、こう、下がって、ああ、きついね、これも。出たね。小エビの唐揚げみたいになってますね。普通のエビじゃなくて、小エビのね、丸々タイプの。丸々タイプのね、かき揚げね。小エビはね、いいっすね。これね、服ね、2種類しかないですけど、ああ、アーセナルが入ってきました。ああ、これ違いました。リバプールでしたね。これね、でも同じ服でも違う日もありますからね。別に取りだめしてて、なんか何日かを、その、捏造してるわけではないですからね。3種類ぐらいしかないっていうことなんで、これ結構ね。洗濯のサイクルとかありますから。ああ、出たね、大きなごぼうが取れたぞ、言うて。大根引っこ抜かな、言うて。ごぼうは地にね。根を張る方でしたが大根でよかったですね。例えがちょっとねグッとこのねエスカルゴみたいにその骨盤負けとこれはいいですね。シュートのね漫画シュートの高校みたい掛川高校みたいなね赤のラインしてますけどね。アディダス D です。 D はちょっと今日は D の下でアディダス D 靴ナイキマットアディダス靴ナイキ。これでもコーディネートとしては素晴らしいですね。ナイキの赤と掛川のねリバプールの横赤ない。ああ出ました気候法。皆さんおなじみ気候法。これ結構きついんですよね。胸のね上の方の筋肉がすごくなるらしいです。これは気候法いいですね。そのアディダスのマットの赤いラインと肩の赤とナイキの赤がヨガマットごとトータルコーディネートね。ああいいですね。いいですね。話せ。こうね捕らえられたゾロの時ですね。おにぎり。ちょ土ついたおにぎりでも食うぞみたいな。うまかったみたいなね。土ついたおにぎりゾロ。捕らわれゾロですねこれはね。いいですね。いいですね。ネットフリックス始まりましたね皆さんね。またミランに戻ってきましたね AC ミランにね。いいですね。どこファンやねんっていうね。セリアからプレミアまでねちょっと古めのねユニフォームなんですけど全部ねきついんですよこれほんまに。やっぱ地味なトレーニングこそきついっていうね。ガシガシ派手であればいいっていうわけではないっていうここなんですよ皆さん。いいですね。ラブホテルのジャグジーみたいなねこのねこのピンクがやっぱもういいです。ああこれきついやつ。あ先生もやってくれてる。もっとね足をねっていうかもっと胸に近づけろというやつなんですけどね。これにいい大変ですね。大変ですね。いいああいいですね。もうここにね膝のところにも
敵キャラがいたらもうなんぼでもこれもう、ああ靴だ靴、靴ピンチ、ね、みんな永遠に地味やな思ってます。これ地味こそ大変なんですよ。はい2段階、はい2段階ね、えガラケーの感じ、ガラケー体操ですねこれね、パカ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 です。これもいやー、これも逆に言ったらバキって折られるやつこれね、しんどい。ギュッグーンのこの2段階がきついんですよ。この2段階がね、グングンッグングンッグングンッね、なんか線路のね、線路変更の時にクッて入れる謎を例えしましたけどね。今これきついな、思い出してもこれようやってるね、すごいな、ありがとうございます本当にね。あーこれすごいですね、なかなか投げそうで投げない人みたいなね。いいですね、漬物石、ね、用意したんですけど漬物がまだ持ってきてなくて、その間に筋トレしようとした人みたいになってますけどね。これも結構きついんですよ。あーいいですね、いいアングルですねこれね、ラグビー始まる前みたいになってますけどね。あーいいですね、きついですね、高いですみたいなね、ちょっとね、住人が出てくるまで筋トレしとこうみたいな、意識高め飛脚ですねこれね、いいですね。それでハンコお願いします、ね、いいですね、これきついんですよ。バーを持って後ろに引くとこれもうほんま全部ね、これ膝とかもも筋かと思ったら全部ケツです、ケツ筋でね。シェフチェンゴ好きだったの7番ですねこれね、ケツ、これバレきついんですよね。これこそウェイクボードみたいになってますよね。あら終わっちゃった、終わっちゃってまだ喋っちゃったねえ、これもうね終わっちゃっても喋っちゃった言うて、まだまだ続きますよやってます。これで1ヶ月だから、まあその間もね家でやったり、ちょっとホテルでジムとかトレーニングがあるところでやってちょっとやったり、朝起きて運動したりしてます。これもうねどうなるんでしょうかね。ちょっとねユニフォームのバリエーション考えたいと思いますけどね、サッカーのユニフォームいっぱいあるんで、ちょっとそれも含めて皆さん何を見せられたのかと思いますけど、一応中間報告というかね、中間3分の1報告というか、楽しんでやってますよって、なお元気でやってますよおばあちゃんっていうね動画でございましたんで、早く終われとね、もう映像がないのに何をだらだら喋ってるのか、たまにありましたよ、なんか CD とかでね、アルバムとかで聴いてたらね、もう終わりかってアルバム聴きながら寝よう思ってたら、ちょっと立てから、あ停止ボタン押さわせてあったら隠しトラックみたいなのが出てくるみたいな、その感覚でねありましたよね、なんかね、なんかファイナルファンタジーとかね、武器のトゥルルルとか行ってね、そこに装備したらね、エクスカリバーとかありましたね、こんななんかねって言うてますけど、そろそろ終わりたいと思います。じゃあまだ8日目ももう行ってきましたんで、またそちらもダイジェスト、8日目、9日目、10日目と、10日目っていうかその10回目ですかね、連続でやったわけじゃないんで、まあ、そこの厳密さはいいじゃないかっていうね、まあでも正確に伝えないといけない時代ですから、なかなかやっぱねその辺の誤解を招いてしまうとね、ナイキのね靴が非常にね、それをあれ用に下ろしたの、もともと持ってて外で履こうと思ってたんですけど、外で履かずにね持っててよかったの、室内手術として使えてるんでね、非常にまあ満足を持って長いなと思っています。僕もお互い様です。それはただなぜやめないのかね、口のトレーニングでしょうね、これはもういい言うてません。それでは皆さん次回もお楽しみに、さよなら。どうも、銀シャリです。どうも、銀シャリです。銀シャリの産地直送漫才。銀シャリの産地直送漫才。47都道府県巡り。47都道府県巡り。再開しました。再開しましょう。ええねん、もう臨床せんねん。ええねん、もう臨床せんねん。いや、もう、待てしてるやん。いやいや、めでたいですね。あ、めでたい。再開しましたよ。再開しましたよ。ちょっと止まってましたけどね。そうなんですよ。やっと動き出しました。47都道府県、今まで10何件回ってきました。まだ全然残ってますよ、たくさん。まだ、私の件はいつだろう。そう。行くよ、行くよ、回り出しますんで、でご当地限定のステッカーもあるよ、でそのあとその県でしかできないその県漫才も、そう作ってお届けします。はい、ぜひとも地元の方はぜひします。
ということで、ぜひぜひお待ちしております。リチャクでした。お楽しみに。リノベーションネタ、うなぎ特製カレンダー、銀シャリ日記、生麦生米生配信、白粒感、銀シャリグッズ、ファンクラブ先行収穫、橋本直筆色紙、うなぎイラスト似顔絵、みんなファンクラブで待ってるぜ。